始まるよ。どうもみなさんこんにちは、タルバック工場のアンドゥです。今回ももしもの世界、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。じゃあこちらね、ステージ1、もしもトイレがこの世から消えたらってなってるんですけど、あ、まあステージ1ってなってるんですけど、ちょっとあのね、PC の方でね、このゲームをね、ダウンロードし直したんで、ステージ1ってなってるんですけど、まあこのトイレはね、やったことないと思うんで、遊んでいきたいと思います。公共の場で排便する行為は、軽犯罪法により禁止されているのだが、ある場所に限っては許されている。それはどこ？だね。だね、で待って、これ大丈夫？左上、これモザイク案件か、もしかしてこいつ、これやばおーい、きったれ、なにこれ、バックって何？ここ？これなら許されるってこと？違うんかい。ある場所に限っては許されている、その場所はどこって何？え、もう全部うんこだけどね、うんこしかないけどね、これ大丈夫？こいつかい、この野草野郎、この野草野郎オッケーなの？畑でする場合は肥料になり喜ばれるため、罪には問われない、黙れよ人のうんこは肥料にならんだろ。ここで排便するなの張り紙が街中に貼られている中、してないように見えてしてる人がいる。それは誰？気持ち悪いってこいつら。これ大丈夫？みんなブラウザバックしてる？これみんな気をつけて、食事中とか絶対見ない方がいいよ、生々しすぎるもん。これこっそりするのがうまくなる、ズボンの裾から気づかれぬよう排便する上級者も確かにね、ここまでいったら間違いなく上級者だ。だってパンツ履いてるはずなのにズボンの裾から出てるってことは、一度パンツのこの密着を突破するうんこを出して裾に流してるわけだからね。確かに神テクです。急にしたくなってもこれさえあれば安心、道端でも購入できる。それは何？このうんこバッグ、大中小あるんだけど、おい、レジ袋みてえな、レジ袋みてえな商売すんなよ、うんこで。携帯うんち袋自販機、規則を守るちゃんとした人は袋に入れて持ち帰る。だって、あ、えらい、犬のうんこと同じってことか。なるほどね。モテる要素として、見た目よりも便秘の人の方が人気となったこのおっさんでしょ、だって明らかにうんこ溜めてるもん、間違いなく。旅入れた親父にチャンス到来、便秘であればワンちゃんいける俺も便秘になろう、これから便秘でモテるわ、ワンちゃん狙います。お、来た、もうこういうのよ。皆さんお待たせいたしました、うんことかどうでもいい、もしも胸が特大だったら、こういうの好きでしょ皆さん、そういうことね。どうやら街に胸が特大の女性が集結しているようです。胸が特大だと大変なこともいろいろなんだとか。まず男性がこうなります。やばい、男の目してたわ。おっぱいには勝てないってことね。結局話をしていてもチラチラ胸の方を見られてしまいます。どんなイケメンも高級鳥もこの時ばかりは鼻を伸ばして猿の顔をしているでしょうえ、このゲーム作った人ってもしかして女性猿の顔をしているでしょうって、だいぶひどい書き方してるけどね攻めすぎている。俺は好きだよ。買い物をするのも一苦労です。せっかく買ってもこのようにデザインがおかしくなってしまいます。だってえ確かにね、そうなかなかいないけどね、大胸筋が発達することによって、あの柄がねちょっと可愛く見えなくなっちゃうっていうか、むしろそれが可愛いというかね、そういうのもあるかと思いますよ。プリントされた T シャツを着ると伸びてデザインがおかしくなるようです。そもそもサイズも程よいのを見つけるのが難しくなります。なるほどね、これがあれかな、女性のお悩みかもしれない。意外とこれだから急ぎたくないとのこと。え、これだから急ぎたくないいやそれはないだろさすがに、どれだけ大きくてもその揺れ方はないって。走ると胸が上下に揺れて非常に邪魔なようです。わからない人は胸にメロンを2個入れて走ってみましょう。あ、じゃあなるわ、確かに、ならなるかもしれない。確かにメロンってやばくね？でかすぎだろ。疲れるとこうして休めてあげます。だってエルルなんだけど、何その休み方、エルルじゃない、めちゃくちゃ
胸は重量が重いので机に置いて休むととても楽なようです。疲れたから椅子に座るとかそういう感覚でしょうか。未知の世界がそこにはあります。あ、やばい、やっぱ男の人かもしれない、もしかしたら。じゃあ今日はこれでやりたいと思います。うん、バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。